皆さんこんにちは。えっ、ー、とですね、セルフプロデュース能力の時代ということでね、えー、ちょっとこう考えてみたいと思っております。まあセルフプロデュース能力がこれからの時代には必要なんじゃないかなということをですね、えー、常々思いましてですね。まあなぜそういうのが必要になるかと言いますとですね、もちろんね時代のあり方や体制が変わってきたということになりますね。 まあ基本的に終身雇用制的なですねえまあ形で,ですねまあこの長い半世紀以上もの間ですね 戦後半世紀以上、もうかなり経ちますね、えー、670年経つわけなんですが、その間にですね、えー、まあ,あの終身雇用というものがどんどんこう薄れてきているという形にはなっているんですが、まだね、えー、完全にそこら辺からですね脱却をしているわけではないという形で、ですね、えー、かなり過渡期にいるという形になりますね。こののの日本でですすねね雇用形態とというのはです、ねえー、まあ、西洋と かと比べますとですねかなり特殊らしいですねやはりこう新卒に かつ採用というようなものをねそういう形を取る形態というのは非常に珍しくてですね日本独自の在り方だと言えますね。まあ、基本的に人を取るというよりはですねその能力を取るというの方がですね欧米などでは主流なのでえ、仕事が大してできないのに、まあ、学歴とかそういうものを考えみてですね、まあ、育てるというつもり半分で,です、ね、こう大量で若者をしっかしを なんていうか採用するというような形というのはですね極めてまれというか例外的なスタイルだということらしいですねもちろんね我々日本人なんで日本人しか、えー、わからないね日本人だけでこう染まってるとそれが当たり前のような感じがしますがそういうね、えー、まああの新入社員 ですね、新卒を新入社員として一括採用して、それをずっとです、ねまあ、継続して雇っていること自体がまあ珍しいという形ですね、それがです、ね、こうずっとこう続いてきているわけですね、そして、えー、まあ65とかね、えー、そういう六十とかの定年退職まで、一、えー、人の人間がずっと同じところに勤めるということ自体がです、ね、まあ、極めてまれであるということですね。 まあこれはどういう流れで来るかと言いますとですね、まあ、日本というのはですねもう幕末というか江戸時代ですね徳川時代がですねもう265年も続いていてですね、まあ、それ以前は戦国時代でですねあの本当に食うか食われるかというね血で血を洗うようなね まああの戦国体制が続いてたわけなんですけど265年の間はですね徳川時代は長い間でね長期政権で非常にこう安定した時代だったということが言えますねそしてそこで対応するためにはですね、まあ、自分のですね藩とかですね、まあ、自分の,その家ですね家柄ですねそういうものをがっちり固めてですねそこでこう強いねなんていうか結束力を作ってしっかりした体制の中を で組み込んでそこの中でねこう出世するというような形の仕組みが非常にこう大切という形になったわけですね。 つまりもう組織とかね上下関係というのがこうきれいに収まっているというところでそこでえまあ自分の実力を発揮しているとか能力を発揮してまあ活躍するというよりはいい家柄に生まれるとかいい家柄に養子としてもらう,ってもらうというようなですねえ形がまあ出世の一番こう早道と成功の早道という形になっていったわけですね。 そしてですね。えー、まあこれでね幕末にですね。えー、ま、西洋の文化がたくさんやってきて西洋からのですね。えー、ま、突き上げみたいのもあってですね。日本のその幕末の徳が。 政権が崩壊してですね、えー、ま大きな争いがあったわけですね。防侵戦争等の争いがあってですね、まあ、そこで日本がね、えー、壊れてしまうような形になったんですが、まあ、奇跡的な形でですね、それがうまいこと一つの国としてまとめ上がったと新しいまあレジームがですね確立してですね、そして非常にね、えー、まうまいことそれが が回転しましまてです、ねまあ、を列強にですすねねを強に急激にこう追いつくというような形で、えー、まあ本当に短期間の間一流国にこうの仕上がることに成功したというね、まあ、極めて本当にまれな、ねえー、活躍でですね日本という国がこう急成長していたわけですね。そしてまあそれがねある程度こう行き過ぎたところがあってもう戦争を負けず知らずでずっとこう来てしまったわけでして、まあ、そうするとね、えーまあ 大失敗初めての大失敗が第二次世界大戦でそこで大きく敗退したという形になりますね、それまでの急成長がですね、えー、まあ一気にね水を差されたという形で水を差されたところがね、えー、もう本当に大失敗して、まだゼロから線引きというかね、一回の死みたいな形になってしまったわけですね、まあ、むしろマイナスですよね、大きなマイナスからあまたこう頑張ってですね成長してきたという形になりますね。 そしてまたね、えー、それからも,もうう奇跡的な、ね、高度経済成長を迎えてですね、えー、まあまあものすごい勢いでこう成長してきたという形になりますね。まあ、それがまあ年代ぐらいまでで続くわけですね。そしてそれがこう続くとですね、えー、今度バブル時代に到来して、まあ、1980年のね、まあ、本当非常に日本が世界に誇るなんていうかな第一流の国になってきたという形になりますね。 こうやって見ますとですね、えーまあ、あの結局はですね、えーまあ、江戸時代からですね、幕末に来まして明治時代に来て第二次世界大戦に来てですね、えー、そして、えーまあ、あの戦後の高度経済成長に来てですねバーブル時期に来たという形になっていますけどこの間ですね 日本という国はほとんど何、まあ、て言うかな幕末時代は徳川時代はですねもちろん停滞した時期もありますけど基本的にはね、まあ、政治が壊れるということもなかったわけですしね、まあ、少なくとも幕末からですねずっとこういろんな激動激動があったんですけどずっとね、えー、経済的なものとかあのそういう形のものではですねずっとこう発展発展発展を遂げてきたわけですね。 もう経済がね頭打ちになって行きつくるところまで行って頭打ちになって、えー、まあそれ以上はねもう成長の見込みがないよというようなことは全くなかったわけですね。そうするとですね、まあ、それだけでですねもう200年150年うんまあどうなんだろう150年、まあ、現在がねうん、まあ、幕末から。 180年近く経ってるという形になりますんでね、まあ、150年ぐらいはですねずっと経済が右肩上がりでこう来てるという形になりますね。 そうすするとですね、まあ、それがですね、150年も1つの国でそういう状態が続くとそういうものだというような刷り込みができてしまいますね。と、え、い、ーまあ、あの経済、我が国の経済というのは基本的に右肩上がりでこう成長していくものだというような形になりますね。世世世世代代、代、代的には3世代4世代5世代という形になりますのでね、もう遺伝子的に、えーまあ、そういうものが、ね、組み込まれているというような、まあ、雰囲気というかね、錯覚に陥りやすいような形になってしまいますね。 そうすると、まあ、大きい、ね、安定したところに入って、ですね、えー、そこにこう努めて、ですね一生懸命頑張ればあどうにかなるというような頭に必然的にこうなってくるのは当然な,な流れなんでしょうね。しかしかですね、えー、結局は、まあ、年に 90年前後にですね、えーまあ、あのバブルが崩壊してですね、日本の経済がこう頂点からですね、えー、どんどんこう下降状態になって、まあ、失われた20年と言われるような形になってですね、えーまあ、2010年ぐらいまでこうずっとこう停滞していくような状態が続いていくという形になりますね。 しかしね、ね、えーまあ、国とかですね大きい企業とかその省庁とか役人とかですね官僚とかの世界ではあその部分で、えー、適用はしてなかったと雇用形態自体の、ね、大きな変化はなくですね結局は、まあ、あの新卒一括採用でそして終身、まあ、雇用的なスタイルでこうずっと来てですねそれをね、えーまあ、あの変えることはしないでですね同じことをずっとこう続けてきたという形になりますね。 この20年以上、ですね、もう30年も経ちますが、結局はずっとそこからこうその雇用スタイルを変えることなく、ですね、えー、同じスタイルを維持して、全く新しい形でこう適応するというような手を打ってこなかったという形になりますね。そしてそれがですね、大きなこう歪みになって、まあ、日本全体に影響を受け与えているんじゃないかという形になってますね。 そしてですね、このサラリーマンの現在の雇用形態というのにはですね、ま非常な調長所と、そしてまた同様に短所というものがね、あるというふうに指摘されてますね。まず長所は何かというとですね、やはり、うん、まあ、 収入ですね収入とかですね自分の身分の保障というものがね、えー、まあ安定するというところがありますねこれは個々のですね、えー、まあ生活する者にとってはですね非常に大きな、あのー、有利な部分ですよね魅力的な部分ですよねそこの会社に入ればですね少なくとも毎月1回はきっちり給料が入ってくるとそして突然解雇されるということはまずないという形になりますとですねやはりこの生活基盤が安定しているということになりましてまあ 自分のね、えー、これからの生活プランにおいてもですね、精神的な部分においてもですね、えー、家族とかそういうものをですね、養うという,ように部分においてもですね、非常に大きなこうメリットでして。 それゆえね、やはりじゃあこの会社で一生懸命働こうというね、忠誠心みたいなのも生まれてですね、ですから、そういうのがあるからこそです、ねえー、まああの高度経済成長時の猛烈社員みたいなね、一生懸命働くですね、高い忠誠心を持ったですね、有能な勤め人がたくさん出てきたという形になりますね。 これがですねやっぱりこう一次しのぎのワンポイント的なですね、えー、形でしかのだけのね、えー、雇用ということになりますですと、ねまあ、そういうところにね、えー、骨をうずむるつもりでですね一生懸命働こうという,ういう精神はなかなか出ないというところがありますねやはりこう目先的にですね得な方へ、得な方へという形で動いていくというような形になりましてですねとりあえずこう今、抑えて、えー、会社 いやね、えー、お客様のためのです、ねえーまあ、長期的なビジョンでね、役に立つことをやってね、そうすればあ見る人は見てくれているよといい形になってですね、後からこう回ってくる自分にも利益が回ってくるというようなですね、長いビジョンでのこう忠誠心みたいなのを持つことができてです、ねえー、したがってこう質の良いですね、えー、労働力を獲得できるというところがあると思いますね。 そしてですねやはりですねまああの組織が大きいという形になりますとですね大きなプロジェクトを任せてもらったりとかですねそういう形ができますねまあ個人とかね小さい会社ではできないね巨大なプロジェクトもね、えー 基本的にはその大きい会社にいてですね、それらの役職に就けばですね、あの再配を取ることができるという形になりますね。これがね同じ能力を持っても小さい組織だとやはり例えばね一億五億十億とか国を動かすようなものとかね、街をこう左右するような大きなねプロジェクトとかっていうのはもちろんできないことになりますね。やはり大きな会社とかですね、企業ですが組織にいる部分のこの優位性ということがねこう考えられるという形になりますね。そしてですね。 あとはその人間成長ですとかね、えー、まああの社会人としての人格形成とかそういうものですねそういうものもですね、まあ、社員教育的な形でですね、えー、まああの一緒にこう学ぶことができるという形になりますね。えー、本当にね大学を卒業してしたばかりのですね二十歳そこそこのですね人間で社会的なものとか全くわからない人でもですね新人教育とかですね研修みたいのがありましてですねそこでこういろんなことを叩き込まれる礼儀作法 方とかそういういものを勉強しどんどん大人になってくると,こというとこ部分がありましてですねただ単にね西洋的にこうただ仕事という部分で、ね、この仕事はここだという形で当てはめられるよりもですね、まあ、まだまっさらな人材をですね教育とかね理念とか哲学とかあとはその挨拶ですとかそういう基本的なものとかを含めてですねたき込むというような形で,でしてそういう形はある種の同行事に近いようなね人格形成も含めた 成長の役目もね、えーまあ、の会社が担っているという形になるんじゃないでしょうかね、まあ、このようなね強みがあったからこそですねこういう終身雇用制度的な形のですね日本の国 システムですね雇用システムが長いこと機能してですねそして日本がね、まあ、第一級の国という形でこう幕末からずっと今までねそれを維持してきたことの大きなね要因となっていたことは間違いないですねしかしそれと同時にね、まあ、弱点もあることとも間違いないという形になりますねうん、まあ、その弱点とととは何かというとですね。 やはりその組織でですね、えいろんなものをこう何ていうかな維持しているわけですね。個人の人間の生きがいみたいなものですとかね、やりがいみたいなものとか目的とか夢みたいなものもですね、えまあ、個人でつく 作ってそれを追いかけるというのではなくね会社ぐるみとなってそういうものをこう提案してそしてえまああの管理していくという形になりますね。朝が起きてですね昼ご飯を食べてとそういう部分までね自己管理の部分も含めてあとは自分の目標、夢、設定やる気みたいなね生きがいみたいなものもですねあとはその人間関係とかそういうのもですね組織が丸がかりしてですね全部こうと提供しているという形になりますね。ですから社内で 友達がいて社内のや生きがいがあって社内のやり方を守ってですねそして車内で恋愛して奥さんを見つけてですねそして車内のリクエーション部で運動をやってですね 社内社宅に住んでですねみたいなね極端な形で言いますとですねそういう形でその会社組織がねえ提供してくれたそのシステムにどっぷり使ってしまってですね、えー、全部その生きがいからあー、まあ、定年後の,、うんね、あの年金とかそういうものも含めてですね、えーまあ、あずっとですね頼りきりになってしまうと。 まあ子買いになってしまって、えー、完全にねその人格すべてですねがこうなんていうかその世界に仕組みにどっぷりこう使ってしまうという形になるというようなところがありますね。そしてですねあとはですねまあ雇用の仕組みもよりますね、えー、まあ 本当に働いているのかどうか、勤め人の方のね働き方も言うのも、ですねもちろん立派に働いている方もたくさんいらっしゃいますが、やはり大きい組織になりますですね例えば大きいおみこしをです、ね、たくさんの人間でね担いでいるとすると、そこの中にはね例えば50人とかでですね大きいおみこしを担いでもね一生懸命、ね、えさほいさと担いでいる人もいれば、ですね肩にこうちょっとこうくっつけるかくっつけないかぐらいで担いでいるふりをしているだけの人もいるでしょうしね。ひどい ものになるとですねそこにぶら下がってね落をしているものもいるかもしれないというような状況になりますねまあ、組織というのはね往々、えー、にしてそういう風になりがちででしてですねまあ、大きい組織になりますと本当に働いてるかどうかという部分でね本当に意味のある働きをしているかどうかというような形ででしてですね、えー、なかなかこう難しいところがありますね例えばまあ,あの本当に働いてるかどうかわからない会議とかですねまあ、本当に何というか働いてるかどうかわからない資料集めとかですねまあそういうような 働かなくても済むようなこう逃げ道みたいなのがあってですね、働いているふりしているケースが非常に多いというような、ね、話もよく聞きますね。これはまあ,しある種のね、えー、なていうのか、報酬制度というよりは時間、時間給的な考え方ですね、月給という形になりますと、その場にいてですね、えー、やり過ごせば、うん、給料が入ってしまうというような形ですね。それはまあ、ね、商売人のですとととかかね、えーまあ、あのスポーツ選手とかという 結果によるですね、収入の獲得というのとは全く違った形態なんでね、えー、まあ大きい組織になればなるほどですね、そういう部分で働いているふりをしてもそれが通じてしまうというような、ね、ケースも見られると思いますね。